武蔵野の森総合スポーツプラザは東京都調布市に所在する屋内体育館及び屋内プールである。東京スタジアムに隣接しており2013年のスポーツ祭東京2013ではユリーと広場として利用されていた場所で大会後に着工され2017年11月25日に完成した。施設はメインアリーナ、サブアリーナ、プールが備えられている。 メインアリーナは体育館は最大1万人収容で2020年の五輪ではバドミントンと近代五種のフェンシングパラリンピックの車椅子バスケットボールの会場として使用される2018年には皇太子・同比雅子を迎えて第42回全国育児祭の式典行事が開催されたメインアリーナの小倉落としの工業として 2017年12月9日10日に JYJ のキム・ジェジュンのアジアファンミーティングツアーが開催された。その後、スポーツイベントのコケラ落とし工業として2018年ピョンチャンオリンピック出場選考会を兼ねた第86回全日本フィギュアスケート選手権が、またコンサート等の本格的な音楽イベントとしてのコケラ落とし工業として2018年1月20日、 21日に、吉川工事の公演が開催された。2018年度と琉球年度には改修工事を行う東京単位区間に代わって、全国高等学校バスケットボール選手権大会、全日本バレーボール高等学校選手権大会、全日本、全世界空手道選手権の会場に使用される予定。ありがとうございます。